こんにちは、大八郎です。ベネリック株式会社から、ジブリ、天空の城、ラピュタ、ムスカの3分タイマーと、ラプターがいっぱいコレクション、シークレット一種含む全5種ですね。このワンボックス。で、初回購入特典のシートですね。はい、こちらも一緒に開封していきたいなと思いますが、今ね、どんぐり共和国でね、僕はオンラインショップで買ったんですけども、冒険の始まりっていうラピュタの特集が組まれてまして、まあ、この2つの他に、パズーのカバンであったり、ビアマグとか、ロボット兵の、シルバーの指輪かな、とかね、一緒に発売されたんですけどね、僕はこの2つね、購入できたので、紹介していきたいなと思います。で、キャンペーン中にね、購入できて、これがね、ゲットできました。ラピュタの写真風ハンカチでございます。パズーの家にね、あった絵の写真のね、ハンカチですね。これめっちゃいいですね。めちゃくちゃいいです、これ。はい。というわけで、で、2つ、にするとちょっと動画長くなりますので、今日はね、今回はムスカの3分タイマー。ムスカが3分間待ってくれますんで、待ってくれるとか測ってくれますんでね、こちらをね、先にね、紹介して、次の動画でフラクターがいっぱい紹介したいなと思います。それではこちらからね、開けていきたいと思います。はい、ちょっとね、光反射しておりますけども、こんな感じで、光ってくれるんですよね、これね。で、楽曲がね、2つあるらしいんで、それと他にね、まだ、音もあるみたいです。ただ、収録楽曲に関してはですね、著作権に引っかかりますので、全部は流せませんが、ちょっとね、流せる、ほんの少しですけど、流してみたいなと思います。ではね、開けてみていきたいと思います。はい、外のね、カバーを外しました。いや、もうこれで飾りたいな。これでいいわ。いやー、すごい。見てください、これ。マスカ悪そうな顔してる。いやー、悪そうな顔してる。ちなみにね、3分間待ってやるっていう、このシーンではね、違うんですよね、これね。セリフと、このシーンは合ってないんですけども。まあこれはね、まあ、なんていうんですかね。いろいろありますよって感じでね。その雰囲気的なもんですよね。で、ムスカをどければ、説明書が入ってますね。はい、説明書です。で、僕はね、その公式のね、YouTube で見て、どのようにね、やるかちゃんと、予習してきましたので、説明書は見なくても大丈夫でございます。では取り出していきましょう。光らせてもね、いきたいと思います。では、ムスカ見ていきたいと思います。3分タイマー、こんな感じで、金見石が並んでますね。3分測るときに、この下からね、だんだんとこう光っていく感じですね。で、スイッチがここです。ここをね、指でね、プッてやるとね、タイマーが開始されます。はい、こんな感じですね。はい、手に持ってるのは飛行石。いや、ほんまにふてぶてしい顔してる。この口。ムスカ。いや、ムスカちょっと浮いてますね、これね。いいですね。だから時計代わりにはなれないですね。だいたいこの辺で2分かな、みたいな。ここは光った2分、1分、2分、3分らしいです。はい。ではね、ちょっと光らせてみましょう。ここをね、指でちょっと押します。はい、光りました。はい、こんな感じでね、金見石がその移動する時の音ですよね。で、これが続きます。で、僕さっき2分ぐらいまでやったんですけど、3分がね、の後にその楽曲が流れるのかどうかちょっとわからないんですけども、こんな感じでね、ここも光ってますね。おー。これだんだんとね、あ、これだんだんと上に行きましたね。これでおそらく1分ですかね。だいたい約1分。
とまあこんな感じでちょっと飛ばしたいと思いますね。はい、3分前にねちょっと音楽が鳴り始めました。これあのロボット兵の復活かなんかの音楽ですね。はい、ちょっと今からちょっと音楽はあまり流せないので無音になります。はい、でこの音があのラピュタのイカズチの音ですね。でこれで3分約3分経ったと、はい、いうことでございます。でもう一パターンがね曲がね流れますんで、これでまたちょっとね3分近くまで、飛ばしたいなと思います。で、もう一曲がですねラピュタの崩壊っていう、音楽ですね流れますね。あ、流れましたね。はい、まあ、ちょっとねあのミュートしますね。はい、こんな感じで、もう一曲の方がこんな感じですね。で止まって3分経ちましたよっていう感じですね。で、ちなみにですね、電池は別売りの単4電池が3つ必要になります。はい、ではですね、まあちょろっとだけなんですけども、ターンテーブルでね回していきたいと思います。ちょっとね照明も落としてね明るさも見ていただけたらなと。はい、それでは行ってみましょう。はい、いかがでしょうか。ベネリックから発売されておりますスタジオジブリ天空の城ラピュタムスカの3分タイマー、開封していきましたがいかがだったでしょうか。ムスカらしいと言いますかね、3分間待ってやるのセリフが入ってたらもっとよかったなと思いましたけど、ムスカらしい癖のある3分の測り方、じゃないでしょうかね。まあ分かりやすいかって言われたら分かりにくいんですけども、まあ普通のタイマー使った方がね、断然3分測るのにはいいと思いますけども、まあ何よりもね、この音とね、音楽とね、まあムスカのね、フィギュアが、ある、この天空の城ラピュタのね、雰囲気をね、存分に味わえるんじゃないでしょうかね。いや、めちゃくちゃ。いや、なんか、こういう商品、もうなんか楽しくて仕方がないんですよね。嬉しいと言いますか、遊び心と言いますかね。いや、もうとてもね、素晴らしいんじゃないでしょうか。はい。またね、ドーラの40秒で試着しな、みたいなのもね、出たらね、より一層面白いんじゃないかなと、はい、思いましたね。はい。では、3分タイマーはね、今回はこれで終わりなんですけども、次はね、フラプターがいっぱいコレクション、フィギュアの方ね、見ていきたいなと思います。はい。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。